はい、どうも、駅です。今日はですね、前回購入させていただいた機体、ちょっと隠れてますが、ここに用意しております。 HG キュベレーと MG のボットガンダム、 HG のガンダム2ティターンズカラーとジムコマンド、あとはシャイニングガンダム。前回この個体を買ったんですけど、本日あれからもう1ヶ月以上が経ってですね、それ以降も、いろんな中古ショップに回っております。やっぱり買ったんですよね。何回も同じところにも行ったりとかもあるんですが、それでですね、結構いろんな機体を購入させていただきました。で、今回も購入したのは組み立てのキットではなくて、組み立て済みのキットを購入しております。その組み立て済みキットをご紹介していきたいと思います。ではまずはこちら、はい、ガンダム F91 で、これ多分 HG だと思います。値段は500円です。前回話をしたと思うんですが、450円で、F91 が売っていて、それを買いに行ったんですけど、売り切れていたという話だったんですけど、ついに F91 手に入れました。多分これははっきり覚えてないんですけど、西尾のお宝倉庫に行った時に買ったんじゃないかなと。確かそこで見かけた覚えがあって、多分動画にも残ってると思うんですけど、それを買いました。まずはこちら、ガンダム F91HG 500円です。続いてはこちら、はい、ビギナギナです。はい、これ多分リボン100のビギナギナか、もしかするとなんか HG とかそういうの出る前のかな。ちょっと素材が安っぽい感じではあるんですけど、そのビギナギナです。で、値段はちょっと隠れて見にくいんですが、これも500円かな。ちょっとテープで隠れて見にくいですが、多分500円。500円なんで、これリボン100でもないかもしれないですね。サイズ的には100分の1サイズぐらいな感じですが、はい、そんなビギナギナです。続いての商品はこちら、はい、ガンダム F91 の、マディソン専用機だったかな。ごめんなさい、正確な名前忘れました。こちらお値段が1300円で MG です。はい、で、唯一デメリットとしてはこちらにも書いてあるんですけど、手首パーツが破損しているみたいで、右手が、壊れているようです。その右手はどっか行ったかな、確かどっかに入ってたと思うんですけど、今ちょっと行方不明になってます。まあ、ないならないで、まあいいっすわ。とりあえずこちら、ガンダム F91 の、ガンダム F91 の、あれ、ハリソンだっけ、なんだっけ、もう名前覚えてないですけど、とりあえずガンダム F91 の、黒っぽいやつです。はい、で、ここからですね、今ここに映っているこの黒い袋2つ、これ両方とも、ゼロ式書店の刈谷店で購入したものです。結構な数購入しました。で、この3つを見ていただいて分かったと思うんですけど、結構安く買える機体を買ってきたんですよ。まあ、もちろん欲しくて安い機体なんですけど、こちら2袋順番に見ていきたいと思います。まずは手前の袋から見ていきましょう。はい、まず1袋目の機体はこちらです。じゃん、 HG のシャア専用ゲルグ、シャアググ、はい、500円です。で、これなんか角が今ついてないですけど、多分ここにありますね。ここについてるんで、多分パーツの欠品はない。でもあるな、あるありますね。ビームナギナともあるし、ビームライフル盾もあるんで、バックパックがないかも。まあ、ないならないでいいですけど、はい、500円でした。500円ならまあね、バックパックないぐらい、まあいいっすよ。で、続いての機体はこちらです。はい、ガンダム GP01 エクヘンフルバニアンです。 HH お値段は1000円。まあ、1000円なら多分これも欠品ないと思うんですよね。バックパックついてて、縦あって、で、ビームライフルもビームシャーベルもあるんで、ビームシャーベルこれね、白いんですよね。まあ、そこが難点ですが、はい、フルバニアンお値段1000円です。は
はい、続いての機体はこちらなんですが、これがですね、僕多分箱で見たことない、あれでもどっかであったかもしれない、アスタのブックオフとかで見たかもしれないな、ちょっと正確には覚えてないですが、こちらです。はい、ボール K 型です。通常のボールではなくて K 型です。はい、なのでオレンジ色のボールですね。で、いろいろごちゃごちゃしてるんで何が何だかよくわかんないけど、まあ欠品あるのかな、わかんないですけど、値段は950円です。まあ変わったボールなんで、まあ950円でもいいかなと思って1000円切ってるんでね、買ってきちゃいました。 HG です。はい、はい、で一袋目、最後の機体がこちら、ギャン HG です。値段550円です。まあ550円ならいいでしょう。で、頭部もちゃんとありますし、腕もなんか取れてるけどここに下にありますし、で、サーベルも盾もついているので、これも多分欠品は、バックパックついてる、バックパックもついてるんで、まあ多分欠品はないんじゃないかなと。 HG のギャン550円でした。はい、というわけで一袋目は以上。結構これ安くないですか、全部。まあこの値段ならまあいいかって値段だと思って、まあ、僕的にはですね、持って買ってきました。まあ強いて言うならフルバーニアンが若干高めかなとは思うんですけど、まあそれでもね、まあ、十分かなと思います。ではこちらの2袋目開けていきたいと思います。はい、こちら2袋目ですね。さっきのやつより袋でかいんですよ。なんで多分機体はこっちの方が入ってるんじゃないかなと思います。ちょっと僕もね、買ってしばらく経ってるんで何買ったか覚えてないんですよ。なので見ないで開けていきたいと思います。まず1体目、おお、これか。1体目はこちら。はい、ガンダム DX、 あれなんていうの、 WX でいいのかな、だと思います多分。これなんで買ったかなんですけど、この肩につけるキャノン、なんだろう、サテライトキャノンなのかな、名前わかんないですけど、これ欲しいなと思って本体じゃなくて底が欲しくて買いました。値段は1170円。まあこの1170円でキャノン2つ手に入って、まあこの羽みたいなのもなんか使えるかなと思って、まあミキシング用に使えるのかなと思ってこちら買ってきました。ガンダム WX1170円。はい、では次の機体ですね。なんか一個でっかいのがあるんで、ちょっとそれは避けてちっちゃいのからいきます。あ、これか。はい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 、こちらです。はい、ガンダムマーク2で、これ多分シルバーメッキになってるんで、ガンダムベース限定の3体セットのグリップス戦役セットみたいな、マーク2と100式とゼータのセットになってるマーク2じゃないかなと思うんですけど、パーツはハイパーバズーカあって、縦あって、サーベあって、で、ヘッドホンみたいなやつもある、ビームライフルも縦もあるんで、まあ多分揃ってるのかなと。で、値段も1120円で、まあこれは普通に安いでしょう。あれ確か9900円ぐらいで3体なんで、まあ1体あたり3300円って考えると、まあ1100円安いでしょう。はい。そんなマーク2でした。多分それで合ってるよね。で、あ、もうこれ最後の1個だ。最後の1個。はいはいはい。はいはい。これ買いましたね。最後の1体は、こちらです。はい。シード系のなんかだと思うんですけど、なんか、なんでしょう。ライジングフリーダムとか、なんか、ストライクフリーダムとか、いろんな機体あると思うんですけど、ごめんなさい。僕、シード全くわかんないんですよ。わかんないんですけど、これ多分サイズ的に MG だと思うんですけど、MG で値段1950円だったんですよ。で、他のやつ見ると3000円とか4000円ぐらいしてて、なぜかこれだけ安かったんですよ。で、まあその値段なら買いかなと思って、欲しい欲しくないというよりもなんとなく安いかなと思って買ってきちゃいました。で、足の部分のパーツ今ここついてないんですけど、多分あるんじゃないかな。あ、あったあった。ここにあるし、で、多分ビームサーベル2本あって、なんかいろいろついてるんで、多分欠品もないんじゃないですかね。すげえ適当だけど。
はい、そんな感じでこちらの機体も買ってきました。はい。というわけで今回はですね、結構数多いですね。もう10体以上買っているのかな。はい。これだけの機体を買ってきました。はい、改めて確認していきましょう。こちら、ライジングフリーダム？なんだろう、名前わかんないっす。こちら、多分 MG1950 円の機体と、HG のフルバーニアン1000円です。続いて、おそらくガンダムベースのグリップ戦役セットのガンダムマーク2120円。そして、HG のギャン、これ Q って書いてあるんですけど、QHG なのかな？ごめんなさい、ちょっとわかんないっす、僕では。はい、ギャンです。で、シャア専用ゲルグル500円。そして、ボール K 型950円 HG で。で、ビギナギナー。これが500円。この盾でかくてかっこいいんですよね。そして、多分ガンダム WX って読むのかな？だと思います。1170円。頭取れてますが、ここにあります。で、ガンダム F91 500円。で、F91 の、ハリソンだったかなの専用機。1300円。これだけの機体を買ってまいりました。まあ、この辺ね、前々から買い込んでる、ダイソーとかセリアで売ってる、なんだっけ、連結ディスプレイベースだっけ。あれ持ってるんで、あれを使って、飾っていこうかなと思います。まあ、今このスペースのこの上にですね、同じ台というか同じものが置いてあって、でそこ今物が置いてあってまだ置けないんですけど、まあ、そこもちょっと整理して置けるようになったら、そこに連結ディスプレイベースを置いて、そこにこちらの機体たちを並べていこうかなと思います。ただね、あの連結ディスプレイベースも多分そんなに買ってないんで全部は飾れないとは思うんですが、まあ、一応そこをね置くスペース用にしているんで、そこに置きたいと思います。でちょっと話ずれるんですけど、なんか最近連結ディスプレイベースあんま見かけないんですよね。近所のダイソーなくなってたし、仕事場の近くにもダイソーあるんですけど、そこでも売り切れてて、売り切れなのかどうなのか分かんないですけど、もしかして連結ディスプレイベース消える？となるとちょっとまだ全然今手元に数ないんで、もっと買っときたいんですよね。まあまあまあ、そんなこともありますが、今日は中古の機体これだけ買ってきましたっていう動画でした。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。